は、吉尾お12月25日から1982年7月16日は、日本の陸上選手、スキー指導者、スキー選手、政治家。日本初の常設スキー学校解説者であり、全日本スキー連盟塾君。岡沢総吉の次男。兄に京。妹に、ちか子、優子。妻は文子に、信夫由美子。 岡沢義雄北海道網走軍美幌村に生を受ける。学生時代は陸上選手として活躍する。1927年、新潟県立新潟商業学校に進学、陸上競技に打ち込み、ハードルでは常に上位の成績を収めている。新潟商業学校4年の時、香川県の父の実家に預けられ、父の母校でもある。 香川県立高松商業学校4年に編入する。祖父母はすでに他界しており、実際は父の兄であるおじ、香川松太郎が面倒を見た。走ることに熱中しすぎる吉尾を勉学の道に向かわせるための対策であった。吉尾の陸上に対する情熱は天候後も冷めることはなく、名門、明治大学競争部から熱烈な誘いを受けて、 明治大学専門部署下に進学し競争部に入部する。新人でありながら、1933年の第15回関東学生陸上競技対抗選手権大会1600メートルリレーで3分29秒00の記録を受立、初出場、初優勝を飾る。吉尾はこの大会を選手生活で最も印象に残る試合であったと語っている。また、 もしオリンピックに出場したら、ダンスを踊らなければならない、とダンスを習っていた。1935年の第16回箱根駅伝に一区の奏者として出場し、区間4位、総合5位の成績を残した。1936年4月、株式会社高知保製作所に入社。同年8月1日付で、初期法を命じられ、日本全国、そして、 満州まで営業に奔走する。当時、吉尾は高千穂製作所に勤務すると同時に国民新聞社運動部記者としての経歴を合わせ持っている。二つの職業を兼務していたがどちらがメインであったかは不明である。その後、大本営海軍報道部の軍属となった吉尾は、1944年、軍より八王子伊に疎開するよう指示を受け、両親、ふ ユミコと共に、神田から、八王子市、小安町に疎開する。疎開後、長男、信夫が誕生した。疎開先は、広い敷地にある元工場で、そこを住居兼仕事場とし、数名のスタッフを統率していた。吉尾の任務は、報道写真の撮影及び、写真の修正、加工であり、それらの写真は、戦争画を描いていた画家たちに資料としても渡された。 軍の意向に沿った絵をが形に依頼するのも任務の一つであったという。また、同年春には疎開先を探していた藤田嗣ぐを手伝い、長井を義郎に引き合わせている。当時は物資も乏しく物々交換を余儀なくされており、画家たちは分けてもらった食料のお礼や世話になったお礼に自作の絵を送っていた。義郎に対しても藤田をはじめ、 佐藤隆猪熊玄一郎、脇田は、中西俊夫ら新製作派協会の画家たちから、作品が送られた。1945年8月2日の八王子空襲では、小安町は直接の被害から免れたものの、市街地は80%が消失し、駅周辺は焼け野原と化した。翌日、親しく交流していた、藤田嗣をはじめとする新制作派協会の画家たちが、 吉雄の安否を気遣い見舞いに訪れた際には、皆で何か役に立つことはないかと試案した結果、家にあった材木を取り出し、八王子駅北口に身寄りや知人の安否を訪ねる告示板を作った。この告示板は1日のうちに、白木や焼けた、杭の燃えさし、鉛筆などの字で書きつぶされ、一月ほど活用された。終戦後、よしは、 岡沢写真制作所という写真屋のほか、多目的ホール、八王子会館や八王子駅北口のプレイガイドの経営などを幅広くビジネスを手掛けた。九百四十七年四月、八王子市議会議員に三十二歳という若さで当選三期を務め上げたほか、同年に八王子市体育会会長に就任し十期にわたって、精力的な活動を行い、九百五十年の 陸上競技場改修工事の完成、続く1954年の市民プールの完成、1956年の八王子市民球場の建設と体育施設の充実を推し進めた。1949年10月1日、八王子スキー連盟を設立、初代会長となる。吉尾は30歳前後からスキー競技を始めたにも、かかわらず、1952年、 小樽で開催された第7回スキー国体には、壮年ながら、大回転の首相として参加した。また、翌1953年には全日本スキー、連盟基礎スキー指導員の資格を取得する。1956年、国立公園志賀高原の大阪スキー場に、アルペン山荘を開設し、日本初の常設スキー学校である、志賀高原スキー学校を併設。 ヨシオの起案により SAJ 公認スキー学校協議会が生まれ、現在では100を超える SAJ 公認スキー学校が存在する。ヨシオはこの滋賀高原スキー学校をベースとして1シーズンに100日を超える指導をした。1962年には SAJ スキー協定改定に携わる。ヨシオは国際大会においても貢献し、1958年、 八王子で行われた第3回アジア競技大会で運営委員、1964年東京オリンピックでは八王子会場式典委員長、1972年の札幌オリンピックでは競技役員を務めた。また、1965年4月から1970年3月まで SAJ の理事を務めたほか、1970年からは 冬季国体の東京都代表選手団長として10回の大会に出場。東京都スキー連盟では1956年から1965年まで理事を1968年には副会長に就任し1982年の裁判年までその要職にあった。連盟の会員からはおひげさんと親しみを込めて呼ばれていた。1982年7月16日。 眼性腹膜炎のため死去。去年67歳。葬儀は八王子の千年寺で東京都スキー連盟葬として行われ、葬儀委員長は当時参議院議員であった東京都スキー連盟会長、鳩山一郎が務めた。同日、随放送交渉を受訓した。ありがとうございます。